ガリシア州内の一サルバテラデミーニョは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカド・コンダードに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は9677人で、ある。住民故障は、男女同系のサルバテレンス。自治体内は17の教区に分けられる。カスティーリア語表記は、サルバテラデミニョ。 ガリシアゴア社の自治体住民に占める割合は97.98%。サルバテーラデ・ミーニョは面積6 2 5平方メートルで、ポンテベドラ県の南部、テア川とミーニョ川の形成する谷の合流点に位置する。北は、モンダリスト、ポンテアレイアスト、南は、モンサオン、東は、アスネベスト、西は、サルセーダでカセラスト、トゥイの各自治体と境界をなす。 サルバテーラ・デミーニョは、ポンテア・レアス司法管轄区に属す。住民は7の教区の92の地区に居住する。991年5月24日、オルドーニョー参世の後継者である、ドンベル・ムードは、サンティアゴ教会に領地とサルバテーラ渓谷を寄贈した。サルバテーラの町の建設は、アフォンソ旧制によって開始された1218年に、遡る。 1568年、時の領主ディエゴ・サル・ミエントは、B5 に上陸した海賊フランシス・ド・レイクから、ポンテ・ベドラを守るために500人の男たちを、派遣している。サルバテーラは、ポルトカーレハクヒテレサとカスティーリア女王、ウラカとの間の戦争では、カスティーリア兵に占領されたが、1643年まで、ポルトガル領であった。自治体主長は、 ガリシア国民党のアルトゥーロ・グランダル・バケロ自治体表議員はガリシア国民党8ガリシア民族主義ブロック3ガリシア社会党2となっているサルバテーラ・デミーニョは17の教区に分けられるありがとうございます